まず皆さん寺山修司っていう名前は聞いたことあるとか、あとなんか作品見たことあるっていう方っていますか？あ、何人かいる。全く今日初めて聞く誰それっていう人ってどれぐらいいます？あ、こっちの方が多い。で、とてもたくさん、作品を残しているんですけど、まあ、彼が本当に、やりたかったのが、劇団作りなんですね。で、1967年にこの天井桟敷っていう、劇団の活動を、スタートしました。札幌で、この天井桟敷の、作品を、上演している劇団風俗偉人会っていう劇団があるんですけど、まあ、私もその、作品に結構参加しているんですけど、今日その、劇団の看板女優の、三木道夫さんって方にも協力してもらって、新徳丸の、ワンシーンを、ちょっと再現していきたいと思います。まあ、どういうセリフを言っているのかっていうのもちょっとあの聞き取りながら、見てみてください。すぐ近くで汽笛の音を聞いたのですが、どう歩いても線路は見つかりません。僕の乗る汽車はもう立ってしまったのか、まだ来ないのか。ねえ君、僕は迷子になってしまったんだろうか。まあ、あなたが想像する寺山修司はどんな人ですかということで、まあ、あの、なんていうのかな、まあ自分の中で、多分響いた部分が、まあ、それぞれあると思うので、まあ、ちょっとそういうのもちょっとあの取り入れながら、まあ、どういう人なのかなっていうのを、考えて、シェアしていただけたらと思います。